始めますね。はい。通知来ました。来ましたね。始めます。見てくれるかな。テーマ入れとくかな。あ、私見てるわ。一回マイク、はーい。これくらい。あー。あ、オッケーです。あ、いい。失敗します。で、多分このツイキャスの音をちょっと聞いた方がいいかもしれないです。あ、そっか。あ、いいですね。忘れした。じゃあ収録のツイキャスを見てる皆さん、今から収録を始めますので、やります。ぜひコメントお寄せください。お待ちしてます。じゃあいいですか？はい、多分大丈夫です。じゃあ、いきます。はい。タニーの月が見える箱庭、皆様入りたい。時刻は夜25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしのお供として聞いてほしいと思い番組を始めました。なお、こちらは FM ギノワの収録放送となっておりますが、ツイキャス、YouTube アーカイブ、リアルタイムではスマホアプリ、リッスンラジオ、車やご家庭のラジオ媒体にてお楽しみいただけます。公式インスタ、箱庭アンダーバー527にてメッセージのリクエストや曲のリクエストなどを大募集中です。FM ギノワのメールアドレス、797fmginowan.com に件名箱庭を添えてメッセージお願いします。好きな場所で好きなドリンクとフードを楽しみながら約25分間お付き合いください。お願いします。はい。そう、はい、じゃあ今週もまなみさんと二人でやっていきます。よろしくお願いします。はい、早速、そう、先週メールをいただいてたので、はい、メールを読みますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネーム、沖縄大好きさん。沖縄大好きさん、ありがとうございます。トニーさん、皆さん、こんばんは。初めてメールします。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、そして FM ギノワ、沖縄の大好きの、沖縄大好きの、大好きを叫ぼうのパーソナリティを務めています。沖縄大好きです。初めてメールしてみました。トニーさん、番組開始おめでとうございます。番組開始前からの僕の方にメッセージを送ってくださり、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。っていうのが来てました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ツイキャスも、はい、来てます。来て。武蔵さん。嬉しい。ありがとうございます。トニーさん、ミキさんのマナミンさん、リスナーの皆さん。こんにちは、シャイ。ラジオ収録、生配信、お疲れ様です。ってことですね。なんか、旅を重ねるたびに嬉しいですね。はい、ね、メッセージどんどん増えていってるところがいいですね。はい。よかった。ありがとうございます。はい。はい、そう、今週の回は、思いつきで、沖縄であるただただ話したいという回にしたいんですけど、はい、なんかありますかね？急に沖縄あるあるですか？沖縄あるある、なんか有名なところで言うと、なんか沖縄の人は傘をささないみたいな、あ、なんかそういうところがパッて出てきたんですけど、あ、確かに傘ささないですね。うん、それ確かに傘ささないです。うん、なんか先週もなんか収録の時めっちゃ雨ってたじゃないですか。あの時はどうですか？傘さしてなかった。めっちゃ濡れて帰りました。大丈夫でした。大丈夫でした。大丈夫でした。私それこそもう
まあ、普段ね、傘ささないんですけども、うん、車で例えば行けるところとかっていう感じでやるんですけど、もうさすがにもうどうしても外を歩かないといけない時があって、すごい土砂降りで、うん、久々に傘買いました。そもそもなんか持ってないみたいな。あ、なるほど。そうそう、持ってなくて、あの、何年か前は持ってたんですけど、うん、なんか傘もやっぱり盗まれたりとかするじゃないですか。確かに。なんかビニール傘ね。確かに確かに。そうそうそう。それで。あ、でも今、マナミンさんの聞いてて思ったんですけど、うん、沖縄の人って歩かないですよね。あ、そうそうそう。車5分いないね。車5分のコンビニのとことかも、めっちゃ歩かないなって。うん、そう、それもあるのかな。なんでしょうね。どうですか、なんかどの範囲だと歩くとかあります？でも自分、もともと車を持ってなくて、うん、そうそう、はい、バス通勤とかしてるので、でも、そう。そしたらじゃあ。私は全然苦にはならない、うん、そうです。でも、あ、そうですね。でも徒歩、バス3駅分ぐらいだったらもう、うん、使います、バスは。それ以外だったらまあ歩くかなっていう。うん、来て、そうそうっていう感じになります。なるほど。お、なんかコメント来ている。はい、あ、リクカイクーさん。ありがとうございます。ありがとうございます。初見さんですかね。思いつき、楽しい番組ありがとう。おしゃべり上手ですね。いや、そんな。またまた、ありがとうございます。ありがとうございます。そう。今日は、沖縄の、そう、をただただ言いたいっていう、思いつきの、本当に、おしゃべり。そう、なんか最近結構県外の方と会うことが多いんですけど、はい、なんか自分出身地元茶壇なんですけど、なんか茶壇のイントネーションがおかしいんですよ、内地の人。あ、はいはいはい。なんかそれが気に食わねえ。そう、茶壇みたいな、下がるみたいな。そうそうそう。確かに。なんかな、面白い。ね、昨日もなんか2組ぐらい、はい、その茶壇って言い方されて、うん、で、自分の、その、なんだろう、この、なんていう、解説で言うと、うん、その、チャタンは、カバンとイントネーションが一緒で、うん、でも、内地のチャタンはサタンと一緒なんですよ。うん、サタン。怖い。そう、なんか、そう、だから、サタンと一緒だよ、みたいな話して、はい、ずっとイントネーションの、あの、うん、練習をしてました。初めて会った、県外の人に。確かに、私もあの、チャタン、のイントネーション直したくなります。あのね、そう、県外の人とか、あのたまにそういう大手のニュースとか、あ、確かにですね。なんかね、チャタンが報道されるとかだった時に、確かに、あ、違うみたいな、わかります。でもなんかそもそもあれチャタンって読めなくないですか？あ、うんうん、そうですね。そうそうそう。チャタンが来た。北谷みたいな。そう。なんか、それ結構この、会員カードとかのお問い合わせの時に、住所お願いしますって言われて、うん、その、地元のその、チャタンって言った時に、はい、なんか、んって顔されて、うん、で、3回ぐらいそれがあったので、うん、あ、すいません、北谷町って書いてチャタンって読めるんですけど、なんか違いますかああ、なるほど、じゃもう。そう、それで、あ、すいません、合ってます、みたいな。っていうこの説明はじゃあバッチリなんで。そうそうそう。そうなんです。それで言えば私も浦添なんですけど。確かに、浦添。浦添もなんか浦添とか言ってます。確かに。なんか、TikTok で見ました。浦添は一応松本市長さんじゃないですか、はい、が多分 TikTok で活動してて、ね、そう、なんかね、浦添読み方がわからないみたいな、あ、うん、げてましたよ、あの動画。あ、そうなんですね。そうそうそう。で、那覇とかは一応読みやすいじゃないですか。そう。那覇とか、うん。でも、それも言ったら、ハエバルとかも読みづらいですね、きっと、はい。難読漢字確かに多いかもしれないですね。うん、この前、ハエバルのことを、なんかゲストで来た人か誰かが、なんかその南、なんていうかな、なんか全然違う読み方して、どこかわかんなくて、あ、みたいな、なんかそんなとこあったっけと思ったらハエバルだったんですよ。あ、でもなんか、沖縄に二十何年かも住んでるけど、わからないとこは一応自分でもなんかある気がします。ありますよね。そうそうそう。その中でもなんか、でもやっぱ違う読み方されると、そう。
ってなっちゃうんですよね。そう。え、みたいな。でも多分、自分たちが県外に行っても同じ感じなんでしょうね。うん、めっちゃウケる。はい。すごい。リクカイクーさんは、サッチーの気まぐれラジオっていう番組の、サッチーさんの旦那さんらしいです。おー。メガネかけてる女性の方ですよね。はい。あ、たまに収録放送してる方ですよね。あ、そうですね。ですよね。あ、そうなんですね。はじめまして、トニーです。お願いします。お、コメント来ている。皆さんこんばんは。出たジャパンの警察、警察の。カープボーイさん、ありがとうございます。確かになんかこの、いますよね。なんか、確かに。この マスク警察みたいなやつで、なんかチャタンの言い方。そうそうそう。厳しく。そうなんです。そう、それで言うと個人だとか、くしかめあ、くしかみかな。くしかみとかは絶対わからん。読めなーい。あ、メサスさんが、トニーさんメガネだったの。そう、メガネなんです。私、もともとは。あ、そうなんですね。そう、メガネでやってるんですけど、まあ、収録とかお出かけするときは基本的にコンタクトなんですけど、そう、今日は後から、そう、後からちょっとお仕事があるので、はい、そうそう。お仕事の時はメガネで。使い分けてます。優しいです。あ、このカープボーイさんのやつ、コチンダだと思います。コチンダかな？コチンダとかは絶対わからない。確かに、コチンダって、でも、コチっていうのは多分、東、そうそう、東風は、はコチ、そう、でもあれは多分方言じゃない。違うんですか？そう、ですね、菅原道真っていう太宰府天満宮の神様がいるんですけど、はい、うん、あそこ、あの人が書いてるこの和歌の中に、コチ深場ってあるので、うん、ね、そう、多分、あ、コチは、そう、方言じゃないと思います。じゃあんだのところ。そうそうそう。んだのところ。でも、維新だとかもいますからね。維新だもいますよね。そうそうそう。こちんだ。維新だ。あと、グスクってみんな読めないですよね。グスク読めないですね。北中グスクとか、中グスクとか、グスクマとかも。そう。私、グスクマなんですけど、地元が。うんうん。浦添市グスクマ。うん。あれも白マって。グスク、そう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 。グスクみたいな。そう。言われます。そうなんです。難しいのかな。グスク。まあでも一番わからないのは瓶ですね。そう。瓶は本当に、多分沖縄の人でも、ね、って。私授業で習わなかったら多分瓶読めなかったと思う。ああ、でも自分ネットで見て、ってなりました。そうそうそう。こういうのあるんだ、みたいな。そうなんです。そう、あ、そうそう、沖縄の内田口。これはどこだろう？内田口は平安時代の貴族の言葉が、内田口は平安時代の言葉が残っているってよく話があるよ。方言の学者たちが。へえ、そうなんだ。そう考えるとなんかちょっとおしゃれ。おしゃれですね。内田口ってあんまり、なんか、おしゃれなイメージ、なんていうんですか？この、確かに、イメージがない。ないですね。でも、そっか、琉球王朝時代とか言うと、ちょっと、うん、そうですね、琉装とか、ああいうのはちょっと、なんだろう、敷居高いっていうか、うん、感じしますね。を、ね、ちょっとここで一曲流してもいいですか？はい、いいですよ。そう。最近ですね、ラッパーの江口さんがね、うん、そう、国際大使になったってことで、ですよね、そう、っていうので、ちょっと江口さんの曲流していきたいと思います。江口さんで、はユニオンです。お願いします。これの PV がめっちゃ好き。PV っていうかライブが、すごくて。なんか、鍵屋で風踊った後に、これを歌い出すみたいな。かっこいいと思って。そうなんだ。そう。大野山、確かに。確かに。あ、そう、大野山のことを誰かがなんか奥竹山って言ってました。奥竹山ってどこだろうみたいな。確かに。思ったんですよ。そうそうそう。新しいですよね。新しい。
しかも石ころさんお疲れ様です、うん、ね、あ、先週ぶりって来てる、先週ぶり、確かに先週の収録の時でしたっけ、そう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 、最後に来て、そう綺麗に入ってました放送の中に切るのお願いするの忘れたのって、大丈夫そうそうそう、あとトミグスクの瓶、やっぱみんな言うよね瓶、そうそう、俺もつい最近まで送り物だけ、え、石ころさんって内地の人、あ、いや、石ころさん、ヤンバル、あ、ヤンバルですよ、そっか、そう、すごい、こっちでもヤンバルリスナー多いですね、あ、そう、多いですね、結構すごい、ちょっとこのサビが終わったらくらいであれしましょうね、はい、じゃあいっか、そろそろ下げましょうね、はい、はい、お届けした曲はエイウィッチさんのザ・ユニオンでした。そう、エイウィッチさんは県内のラッパーで、結構ね、女性でラッパーって珍しいイメージなんですよね、うん、ですよね、そうで、この曲のあのライブ、さっきもナミさんに言ったんですけど、うん、鍵屋で風を踊った後に、その、この曲を流すっていう演出があって、はい、なんかそう、それで私は好きになりました、エイウィッチさんを。あ、そうなんですか。ああ、私もちょっとその PV 見てみたいと思います。ぜひぜひ。曲は知ってたんですけど、うん、なんかそういう映像なんだっていう。そう、なんか、ライブの演出で多分流れてたんですけど、めっちゃいいなと思って、ぜひ見てみてください。で、なんかやっぱ沖縄出身っていうところで、そう。すごい、さらに応援したくなりました、ね。そうそうそう。うん、今、結構沖縄のこのラッパーが結構人気っていうか、なってきてるので、はい、ぜひ、ね、みんなも聞いてみてください。はい。はい、コメントがね、ちょいちょい来てる、来ている。なんだっけ、待って、那覇の地名、金城ぐらいしか読めない。何ね、この上のやつ。これなんだろう、読めねえぞ。十に、あの、貫くに、せあの、あさせとかのせ。これ、那覇の地名と、読めないなぁ。お、陸海空さん、あなた可愛いね。僕と浮気しますか、サッチに怒られる。大丈夫ですかこれ。放送しちゃって大丈夫でした。あの、相談しときます。どういうこと？放送で。放送で。エイウィッチのめっちゃめちゃ美学リミックスもなかなか面白いです。あの、ゆり、あれですよね。ゴールデンレトリバー、レトリバーのゆりやんさんとコラボしてる曲、そう。そんなのもあるんですか？そう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 。あの、ゆりやんが、その、あれです。一括で買ったベンツで帰宅。で歌ってる曲があるんですけど、うん、そうそうそう、やっぱ女芸人としてちょっとそのディスられてるところをあえて歌詞にしたっていう、そうそうそう、があるんですよ。エイウィッチとコラボしてる曲があるので、あれもいいですよね。そう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 。あ、答え出てきた。実家字。初めて知った。読めない。わからない。だから沖縄あるあるのね、だから一つとしてこの多分。地名が難しい、そう、難読漢字みたいな、ありますね。あと、あれですよね。結構、この地名かぶりみたいなとこありません？ありますね。なんか、宮城も、はい、私、実は丹町宮城出身なんですけど、浦添も宮城ってあるじゃないですか。なんか、ちょいちょいその標識見るたびに、あれなんかかぶってるみたいな。ね、そうそうそう。なんか、それこそ、どこだったかな？あ、そうそう、あの、宜野湾に愛知。ああ。愛知も最近南部で見つけて、でも、あの、漢字がちょっと違ったんですよ。愛知の地が。ああ。宜野湾は知るだけど、うんうんうん。向こうは、あ、土地もああ。へえ。だったんですよ。あ、愛知も。あるんだ。なんかこの、確かに確かに。と被ってるくらいで思ったんですけど。愛知は。あ、でも、宜野湾は赤道が有名じゃないですか。うるま市と、そうそうそう。宜野湾、赤道。待って、なんか宮城島、東村にも宮城ってあるんですか？
なんか宮城いっぱいありすぎる。面白い。しかもめっちゃ北部に東村宮城と大宜味村宮城。宮城ってじゃあ結構やっぱ、でも苗字にもあるじゃないですか。まあそうそう、ありますね。珍しい。面白い。面白い。うん、よし、残り、もうちょいになるので、インフォメーション。うん、あ、インフォメーション。インフォメーションか。あ、感想、はい。でも、先週も引き継ぎて、先週も一応アナウンスしたけど、今週の21と22に ISD 個性誌、私が活動してる ISD 個性誌美学の趣味なお話し会があって、うん、もう21はこの放送の時には終わってるんですけど、はい、22が空いてるけど10時からなんで、はい。ちなみに場所は場所は北谷町の商工会になります。はい、北谷町の商工会、島村の向かいですね。そうそう、国体道路を上がったところの、そうそう、ところで10時から12時、はい、人ってこんなに違うんだって分かるような講演会になってるので、うん、ぜひ来てほしいなと思います。予約とか必要ですか？あ、申し込みが必要なんですよ。そうなんです。まあ、でも全然、ISD 個性心理学に関しては、まだイベントで私が活動しているところなので、うん、もし、もうこの、まあ、このタイミングで聞けなかった人は、ぜひ、イベントなどに遊びに来てもらって、っていう感じですかね。はい。はい。よろしくお願いします。お待ちしてます。お、残り5分です。はい。どうしよう。早すぎ、インフォメーション早すぎたかもしれない。あ、じゃなんかインスタとか、例えば。なんか。あ、そっか。そういう情報撮るとき。あ、そっかそっか。とつながりたいとか。は、あ、そっか。箱庭アンダーバーの20、あ、527。527。そう、この前、ムサさんが来てくれたんですよ。ポロリク。すっ、ラッキーと。ありがとうございます。そうですね。はい。地道に、はい、フォローも増えてって。結構そこで、じゃあそういう、まあ、イベント情報とか。あ、そうです。イベント情報とか、あと、その、ラジオの様子とかを載せてるって感じです。うん、そうそうそう。そう。嬉しいですよ。なんか、気になる人がいたら、生年月日を教えてくれたら全然、こういう人だよって、言ってくれる。うん、ちょっとね、発行にはアンダーバー527です、石ころさん。527。527らしいですよ。527。ぜひ、ね、今聞いている皆さん、放送で聞いている皆さん、ぜひ、インスタ、フォロー、ぜひ、お願いします。そう。あー、なんかでもあっという間ですね、話すと。はい。まだ時間ちょっとあります？あります、ね。あ、あれだ、沖縄あるあるといえば、はい、天ぷらなんか違うような気がします、本土と。あ、違いますね。違いますよね。徹底的な、なんかすごい、衣の。そう。違います。しかもなんか、衣にちょっと味がついてるっていうか、うん、多分、本土で食べる和食の天ぷらはちょっとパリパリなイメージ。うん、そう、うん。そうそうそう。だから、さっきちょっと話したけど、県外の人にどこおすすめって言われたら、天ぷらをめっちゃおすすめしたりとか、あと、アンパンマンアイス昨日勧めました。あ、なるほど。で、そう、美味しいのって言われて、うん、なんか、説明がうまくできなくて、なんか小学生の時に食べる感じみたいな、バカにしてんの？してんの？みたいな。でも、ハーゲンダッツと比べるのは違うじゃん。とか、なるほどねって言われました。ね、なんかまあ、私もなんか駄菓子の一環じゃないですけど、なんかね、そういうちょっと、なんだろう、親しみやすい。そう。アンパンマンアイス。アンパンマンアイス、うん。そう。アンパン、あ、待って、コメントが流れてる。はい、海が見える、海が見えるものとか。はい。カブボーイさんから。あ、そう。あと、南部のハエバルに行くはずなのに、タクシー乗ってハエバルって言ったら、牛川のハエバルに伝えて、あ、へぇー。だとか。へぇー。なるほど。ハエバルに行こうとしてたのに逆方向に行っちゃったってこと。うわ、きつい。あー、大変だー。そういう
のもありますよね。だから地名が似てる。そう。同じとかっていう時の。確かに。あ、ぐしかみとかそういうことかな。そうそう、多分。ね。あー、なるほど。そういう感じじゃないかな。そして、イチコロさんから、アンパンマンアイスのポイント。いくら食べてもゼロカロリー。え、ゼロカロリーですか、あれ。そうなんですか。ゼロカロリーっぽいみたいな。え、これぐしかみって言うんだけど、ぐしちゃんね、あれってどっちが合ってるんですか、ね、わかんない。そうそう、なんか、ぐし、てんてんてんってなっちゃうんですよ。ですよね、はい。めっちゃ難しい。どっちも正解だと思う。そうなんだ。あ、でも、チパンの、うん。神瀬戸っていうとこがあるんですけど、うん、あれも私は読めなかったです。最近読めるようになりました。神瀬戸？神瀬戸。上って書いて、はい、勢いに頭って書いて、神瀬戸。あれも絶対読めないです、ね。読めない。そう。難しい。そう。っていう感じです。はい。はい。ということで。ということで、残り1分半になりましたので、はい、一旦終わりたいと思います。じゃあまたぜひ来週の放送もお楽しみにしててください。今週もありがとうございました。以上で終わりたいと思います。トニーとミキサーのまなみんさんでした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。終わった。あ、それは異南生。それは異南生。多分異南生、そうそうそう。異南生より実着の方が読めない。うん、ああ、確かに。実着もなんか、正客って読む人もいるし、実着もいるし。あと、浦添の、うん、あれ、西原ですか？うん。西原？入り丸ね、どっちと思って。確かに西部門西新城ですよね。いやー、何それ、絶対読めない、わからん。じゃあちょっと追記一旦切って、すぐ片付けて、はい、OK です。収録しますね。